スペラーが好きなんだ。無理やりですごい笑顔で、あの黄色オレンジの AW の商品昨日これ食べたいですか？全然大丈夫です。すると遠いところ足裏がこの色だったらそうですね、結構目立つ走った時にね、白以外だと逆にあんまりこう映えなかったりとかするので、基本的に白アッパーになんかこう目立つ色をつけることが結構多くてですね、かっこいい、
動いた。汗はかいてない。すいません、バラバラ。ありがとうございました。ありがとうございました。表情が硬かった。いやもう今まで見たことのない笑顔。硬くなかった。うん。喋んなくていいから楽だった。喋ってたら無理。でも次多分喋るやつ取るから。セリフ？いや、スパイクどうとか。インタビュー。こっからっす。本番。本番。ゴールの方とお話ししました。ゴール？今日コウタ君に取材をしてくださる。すごい優しい方でした。よかった。だからコウタ君が喋れなくても。しっかりしてる撮影ってない。ここにちょっと参加したこともさ、めっちゃ貴重なんだけど、こんなにすごいと思ってなかった。こっち側もカメラマンでしょ。こういうときもめっちゃびっくりしてない？うん、髪の毛のセットがさ、風が強すぎてさ、もう意味ないよ。そう、バンバンやる。今やばい。今でもなんかいい感じ。最初の方がすごかった。風やばい。ありがとうございます。誰もいないとなんか広く見えるな。逆にお客さんいると広く見えない。これよりだってここにベンチとかもあるじゃん。あ、そっか。看板とかもそっかいっぱいあるし、スポンサーなんもないからね。え、上の階とかまで見える？だからいつもこうやってここでほらあんま見えんくない？見える？そう、しかも暗いじゃん。うん、夜？うん。じゃあ、そこら辺？あっちか。あの、一番上の。結構見えます？もう見えます。あ、本当ですか？見つかるまでが人多いんで。あー、そうですよね。どれかな？見つけちゃったらもう見える。嘘。でも2階席も結構埋まってるもんね、サポーターの方とか家族席もね。ゴール裏これが埋まるってすごいよね。すごい、ね、ゴール裏すごくない？こっから見ることあんまないでしょ。ない。めっちゃすごい。試合したくなる。ならなる。なるよね。これこう上がってくるとき最高だ。嘘。動画撮ってほしい。そんな選手ないだ。
そっか。この前さ、ナイターだったじゃん、日産で。今年初めて。サンナイターを初めてかな。だよね、なんかさ、始まりがさ、ジャニーズのライブみたいな感じがしてさ、ライトね。そう、みんなテンライトみたいな持ってる人がいたからさ、すごい鳥肌だった。立った。この前の席とかめっちゃ見えるじゃん、お客さんの顔。でもいつもここ見てるから、こっち全然見えない。上光沢サポーターは2階席にいた方が見てもらえるから。こっちはね、んこっちはだいたい6番に何かやってるのはこうやってデフ、あの横断幕